こんにちは、ドクター熱血です。今回はもう2週間ほど前になるんですけども、リクエストをいただきました。第8編の246話ハードが3分切れませんということでやっていきたいと思います。246のハードなんですけど、もう全く覚えてないです。で、まあボスが誰なんだろうな、全く覚えてないんですけど、まあ心属性でいけばいけんじゃないかなということで、必殺技を食らうときに心属性だと 1.5 倍食らうからきついんで、まあ心愛禅、あ、違う、血愛禅にしようかなと思って、通常の攻略は心愛禅でいこうかなと。んで、現状今アクセサリーが 10%16%、 これまだマックスになってなくて 19% で、まあ、20-20-20 で組んでみました。で、地属性だから心属性で、あ、もうここはウルっていうか、まあ解放ウルキオラがいたらウルキオラで多分瞬殺なんじゃないかなっていうところなんですけどね。あ、なんか望みのダメージが低かったみたいですね、今日の更新で来てましたね。更新ってかお知らせで。第9編はまだ僕全く手つけられてません。さあ、2度目ましてな、ここのクエストはクリアできるんだろうか。いきなりボコボコにされたらどうしよう。私が相手をして、これ硬くね。だって攻撃 60% アップのアイゼンで、これまあ道中は食らわない前提でね。まあ別にウルキオラ引けなかったのは間違いないんだけど、いいんだアイゼンがいるから。で、それは好きなキャラ使ってなんぼだと思ってる。まだ間違えた。やっぱこの麻痺は便利だよね。アイゼンか。あれ、このアイゼンさ、あれじゃない、あの黒棺じゃない、むっちゃ暗い。いい子、しまった。ちょっと参考にならなかったかな。私のお返しは気に入ったかな。必殺技食らう前提だったのに食らわずに来ちゃったんですけども、ポイントとしては今のは、まあ、もしあのホワイトデイアイゼン持ってるんであれば、ちょっとダメージを与えた後だ、オレンジがちょっと、青からオレンジに変わりましたぐらいのところで必殺技を使って麻痺させて、通常攻撃を与えて麻痺が切れそうなところでもう一回麻痺させるっていうのでやってみました。で、例えば他のキャラでどういけるかっていうと、早いのは毒やら、やけどとか、それで割合ダメージで減らしていく。で、そうすると相手の必殺技を使うところが明確に分かりやすいんで、で必殺技を避けて攻撃していくと。まあ、できれば道中は心属性でダメージを食らわずにいって、ボスで必殺技の時だけチェンジするっていうのはセオリーなんじゃないかなと思いますけどね。
今回は、まあ、ちょっとご利用してみたっていうので、まあ、おそらくウルキオラも同じようにいけるとは思います。持ってない人はそうだな、例えば自分で見てみようか。心属性他のキャラで言ったら誰になるか。道中やるのにね、例えばザエルアポロはきついと思うんですよ。俺だったら、まあ、ウルルとかでもいいかもね。あ、キスケだわ。心キスケが使いやすいわ。または、まあ、ドンカモで使うぐらいだったら、ウルルかな。っていうとこですかね。だから、ボス戦だけで言うと今みたいに麻痺とか例えば室外で凍らせてとかいうのが一つのパターン。もう一つが毒やら火傷で減らしていくパターンっていうとこじゃないですかね。まあ完全ホロー化のイチゴやら第二解放のウルキュラは多分関係なくいけると思います。はい、そんなとこですかね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。また何かリクエストがあれば第9編の方でね、まあ僕9編まだ全く手つけてないんで9編で難しいところがあればリクエストお待ちしております。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。